とは本分を尽くした。把棒子好好的交给下一代的工人。しっかりとこのバトンを、次の世代の人たちに渡した。但是交棒接棒要怎么样成功？しかしこのバトンを渡すと受けるはどうやって成功するというの？前代上一代有心栽培教育下一代。まあ、その先代というのは自分の子供たち、まあ、次の世代の人たちをしっかりと教育して培って。下一代後辈晚辈要谦卑受教。次の代、まあ、後輩たちはしっかりとその教えを慎重に受けなければならない。你要顺服跟从。従順になって、そしてしっかりと従うことです。好好的学习。そしてよく勉強する。只有这样交棒跟接棒才能够完成。このようにしてバトンを渡されて、そしてそれを受け取ることに成功するんですね。我常常这样想。私もよく思うんですが。我真的不是很好、这是实在话、不是谦卑。まあ私は別にへりくだった気持ちではなく、私はそれほどよくありません。但是我希望在座的你们、认识过我的每一个人都比我还好。しかし、私が今まで知っている皆様方というのは、私よりももっと良くなってほしいと願っています。更盼望我们世界各地五大洲所认识的福清的弟兄姐妹、都比我们这两个老头子好。そして、私は世界五大衆を歩んできた福生の方たちが皆さん、私たち老夫婦よりも優れているというふうに思ってほしい。这是真心话。これは本当の言葉です。甚至于我们牧养过的每一位弟兄姐妹。また私たちが牧養してきた兄弟姉妹たちも、都比我们还好。私たちも優れているんだと。所以有一次我的女儿对我说。ですから、ある時娘が私に言いました。爸爸那些青年讲到比你讲的还好。お父さん、あの青年たちが説教しているけれども、お父さんよりうまいよと。我不会把我女儿一巴掌，啪！你把漏气，老爸，你把我漏气啊！你瞧不起你老爸。まあ私は絶対に娘をパシッと殴ったりしません。自分のお父さんを見下しているのかと。そう、感謝主、我们一起跪下来感謝主。私たちは主に感謝しましょう。一緒にひざまついて主に感謝しましょう。感謝主、全耶稣教会有希望。まあ、主に感謝して、新耶稣教会には希望があるんだと。感謝主、一代比一代強。そして、一代より、その、世代の方、次の世代の方が勝っているんだと主に感謝しよう。我来到日本。私は日本に来た。我年纪这么大了。もう、いい歳をしてます。六七十岁的老头子、一楼爬到三楼、四楼、爬来爬去、一天最少爬六次。まあ、本当に、この1階から3階、4階まで、上がった、登ったり下がったりするのはですね、6階ぐらいやる。有时候我孩子的妈妈爬不动，我要从后面推。ある時は奥さんが登れなくて、私後ろから押すんですけれども。感謝主、我们都还有手把扶梯帮助我们。ハレルヤ、再爬。ハレルヤ、再爬。まあ、本当に感謝のことにまだ手すりとかも準備されてあって、まずハレルヤと言いながら登っていますが。这一次告诉我们什么？まあ、これは何を意味しているのか。你差不多了啦。まあ、もうそろそろです。你准备回家啦。もうそろそろ家に帰るべきです。该休息了。もう休むべきです。但是你的棒子交了没有？しかし、あなたバトンを渡しましたか？今天派你来日本做什么？今あなたは日本に使わして何のためなんだ？吃刺身啊。刺身を食べることですか？对，让你来日本吃刺身。そうです。日本に刺身食べることも間違いありません。你吃刺身更重要的是什么？しかし、刺身を食べることよりももっと大事なものは何ですか？你有没有把你棒子交给东京区？あなたはこのバトンをしっかりと東京地区に渡したのか？我给你多少？私、あなたにどれだけ渡したのか？你必须毫不保留全部给他们。私絶対に何一つ残すことなく皆さんに与えます。我们都是华人。私たち皆さん中国の人。华人有一件别人所没有的。中国の方に一つ他のところにないものがあります。中国功夫。中国憲法です。很厉害的。とても強いです。中国功最宝贵最后一招绝招秘招。まあ、中国憲法でその一番最後の技としては最も優れて強いもの。不能传给下一代的。次の代に渡してはいけないという。因为下一代的徒弟到最后，哎，要把师傅杀掉来占这个位置。まあ、その弟子がですね、自分の師匠を殺してその地位を占めようとすると。所以我这个武功武当派，我这武当派这个寨主，我这个这个位置给我的徒弟占据怎么办？所以我最后一招徒弟解决掉了。ですから私この最後の技だけは自分で隠し持っていて、この自分の地位をですね、弟子に取られないようにすると。曾经有一位老工人，ある老働きという。他很有恩师，非常に恵みが。很有口才。口がとてもうまい。讲的，所以説教がうまいと。道理啊，也是讲章也是写。你看我很用功哈，给你们看，这不是假的，是真的。祷告又祷告，想又想，洗澡也在想，睡觉也在想。早上五点多，我孩子的妈妈说：“你怎么翻来覆去睡不着？”我说：“我还在想，要怎么讲。”まあ、私も朝5時から起きてですね、本当に自分今日のその説教のためにいろいろ考えて、本当に寝る時も考えて、起きる時も考えて、お風呂入る時も一生懸命考えるんです。不是今天才准备，一个月前呢。まあ今日準備したんじゃなくて一ヶ月前からです。我们要读书都是明天考试，今天才读哈，读到通宵。まあ私は試験を受ける時は大体基本的に明日試験だから今夜徹夜して頑張ろうという気持ちでしょうけれども。这个不可能的。まあそれはありえない。就算你考试给你碰上了，你马上忘记了。例えば試験にぶつかった試験にこの問題あったとしてもすぐ忘れます。所以讲道理不是这样的。
ですから説教的所有平常就要祷告。啊，日頃から平常就要读圣经。日頃から聖書読む。越到年纪越准备越加强。まあ年齢を重ねることにもっとしっかりと準備して勉強する。不断的反复思想。そして絶えず繰り返し考えるんです。所以这个出来是什么？ですからこれが出てきたものなんです。你不要说哎呀讲一个钟头好简单，看你这样讲很轻松哈。まあこれを見てるとまあとても簡単で話すだけでいいじゃないかと。有人说。哎，传道，圣经说什么生产很危险，生产很简单，像在母鸡下蛋。まあある人が言うには、聖書を読んでいるとその出産というのは簡単であるけれど、また鶏が卵を産むような感じだと言いますけれども。所以你这句话随便讲不好。まあ私はあなたのこの言葉は仕掛けていてはいけないと思います。圣经的话没有落空的。聖書の言葉では空に終わることはない。生产是很危险。まあ出産では本当に大事。甚至有难产而死。まあ難産して死んでしまうこともある。所以你生产这么顺利。ですからあなた出産こんだけ順調にいくの。主啊，你为什么这么爱我？主よ、なぜあなたは让我爱死的这么轻松？で私はこんなにも簡単にできたのかと。你不知道生产多危险吗？まあ出産がどれだけ危険かわかりますか？你不知道多困难吗？また苦しいことはわかりません。问那些生产困难的。本当出産に苦しんだ人たちに聞いてください。从怀孕开始。懐妊してから。まあ。座りがありまして、太喜到什么都不能吃啊！まあ本当にさ、何も食べられない。盐水也不能喝。そして冷や水も飲めない。太喜到一直吐口水啊！そして本当に座りで、まあ本当にその痰がいっぱい出てくる。嘴唇都破了。あ、そして本当唇が切れることもあるんですよ。孩子还要在里面拳打脚踢。まあ子供がお腹の中ですね、蹴ったり殴ったりします。上下楼梯、你说我六七十岁不方便、怀孕的更不方便。まあ廊下を登ったり下がったりするのは私老人は大変なの、妊婦さんはもっと大変なんですよ。不是一天两天。一日二日じゃありませんよ。不是一个礼拜两个。一週間二週間じゃないです。怀胎十个月。十ヶ月ですからね。要要遇到生产的危险。また出産の危険にも臨まなければならない。这些做爸爸的哈，你要有良心哈。ですからお父さんは本当に良心持つべきですよ。做爸爸的男人如果不知道女人、你的妻子、你的爱人的痛苦、你回去绑一个大西瓜绑十个月、买西瓜越大的越好。まあですからお父さんはですね、もしお母さんの苦しみがわからなかったらですね、家に帰って大きなスイカ買ってきて自分のお腹に巻いて歩いて十ヶ月歩いてみてください。到哪里都要绑住那个西瓜。まあどこに行ってもそのスイカをもう本当にお腹に。冲凉、洗手间、睡觉你都要绑西瓜。まあ本当トイレに行くときから本当に寝るまで全部やってください。你才会体会你的爱人的辛苦。その時初めて妻の苦しみがわかるんですよ。怀胎这么辛苦。まあ本当に懐妊することはこれだけ大変で生まれてきます。好高兴啊！嬉しいですよ。这是精华。これは結晶ですよ。愛的結晶。愛の結晶です。所以我们要讲一篇道理，真的是这样呢？你们相信吗？ですから私たちこの真理を話すことはまさにそういうものなんですよ。信じますか？准备在准备。準備をして準備をして。就是在怀胎。まあそう妊娠してと同じですよ。祷告在祷告。祈ってさらに祈る。思想在思想。考えてまた考える。哎，准备出来了。で今準備できた。ハレルヤ感謝主。ハレルヤ感謝です。不是很好了。いいものではない。但是我已经觉得感谢主耶稣你怜悯让我准备出来。しかし私は主よ憐れみによってこれだけのものを準備できたことを感謝しますよ。虽然不是很好。まあとてもいいものではないです。但是我是很诚心诚意的。しかし私は本当に誠心誠意です。我把我觉得好的给你们分享。私は自分が思っているいいものを皆さんと分かち合う。所以这个老工人哈。ですからこの老働き人。他知道这个道理，他自己主耶稣给他很宝贵，抱得很紧哈。まあですからイエス様からくれた真理ですので、まあ一生懸命その抱きしめて大事にしたんですよ。ああ、有一天放在桌上。で、ある時机の上に置いといて。来了不见了。見つからなかったと。哦，很紧张。緊張した。就找到我。私のとこに来たんです。这么多人不问，偏偏问我。まあこれだけ多くの人がいて私のとこに来るんですよ。所以你们可以想象我人多坏哈，一看就不是好人。まあですから本当に私の見ればですね、あんまりいい人間じゃないというわかりますね。我要多照镜子，是不是我贼头贼脑，看起来像贼一样？是不是你把我拿的？それで私は自分が泥棒のような顔に見えるかと思って、あなたが取ったんでしょうと。我说某某前辈，没有，我真的没有拿。私は先輩、自分じゃないし、自分も持ってないですと。这是我的奖章，怎么给我拿去了？これは私の説教師だと何持ってったんですか？怎么可以把我拿去了？どこで持ってったんだと。我哑巴吃饭嘞，没办法。まあ私本当に不是我拿就是不是我拿，我要怎么办？我们不能起誓，不能发愁。まあ私たちは本当にね、誓いを立ててしてはいけませんので。取ってないものは取ってないわけで、どうすることもできない。主耶稣怜悯我。まあイエス様の憐れみです。后来有一个人承认了。その後一人の人間が認めました。对不起，是我拿去全部影印了。すいません、私が持って行って全部コピーしました。他更生气。まあ彼は一緒に怒った。后来我一直在想这件事情。その後私はこのことについて考えたんです。主耶稣讲过一句话。イエス様は一言言いました。我给你的。私はあなたに与えないもの。你不给人。あなたは人に与えないと。连你所有的我夺回来。
あなたあるものすべて私は持って帰っていく。我给你的。私あなたに与えたもの。全部给人。すべて人に与えた。因为你是白白得来。だからあなたはただで得たんだ。你要白白的施舍。だからそれただで私に。白白的给出去。ただで人に与えなさい。我会再给你。またあなたに与えると。哎，我很喜欢这句话。私この言葉とても大好きです。所以对不起。すいません。有时候我跟我孩子妈两个在检讨，哎呀，我们在东京区实在很对不起，年纪老了，什么都做不了。まあ、私もね、自分の奥さんに言うんですけど、もう年を取ってしまって、なかなかしたいことがあっても、なかなかできないと。人家都是后起之秀、越来一定都越好的。皆さんはね、本当に、世代、一代一代ごとに、みんな優れていて、出てきていると。我们该怎么办？我はどうするべきか。所以你不要自暴自弃了。まあ、私は言うんですけど、自暴自棄ならずに。既然只要他们不弃钱、还要我们就做吧。まあ、彼らが私たちのことを嫌わなければ、私たちはこのまま続けていきましょうと。今天聚会完、东京区要开会、除非他们提出来、对不起、你们两个老人、请回家休息吧。那我就打包回加拿大了。もし今日、これから東京地区の責任者会議がありますけども、もしその責任者会議の中において、二人ともお帰りくださいというならば、まあ、荷物まとめて帰りますよ。只要他们还要我们。まだ彼らは私は必要としているならば、自分はどうすべきか。做多少算多少。まあ、できるものだけをやっていくんですよ。你所有的有多少。そして、あるものをすべて赶快给他们。すべてすぐに渡すんですよ。那我们来东京区、我们在神的面前就没有责任。そうすると私は東京地区においても、神様の御前においても責任がないんですよ。我们已经学过了。まず学びました。你一个传道人来这里做什么。伝道者公園に来て何をするんですか。你的位置是什么。あなたの場所はどこですか。你是专心祈祷、传道、为念。まあ、先進して御言葉を使い、そして服用されることにあるわけですよ。所以木下家族的木下奶奶哦。ですから木下很明白这个道理。木下のおばあちゃんはこのことよく知っている。他五六点就来做教会，还很多厨房的事情。まあ五六時に来て、調理場のことを一生懸命やって。我很坦白跟说，对不起，美智子さん，我没办法帮你。まあ私たちも本当にさ、申し訳ないですけど、お手伝いはできません。他说，哎，你好好准备你的道理。まああなたはあなたの心理だけを準備しなさいと。哎，这句话比请我吃大餐还感动。我说，哎呀，好温馨。まあ、この言葉は私に、ご指導してくれるよりも感動しました。知音何处遇、就在美智子さん这里。まあ、本当に自分をよく知っているのはまさに美智子さんであると。你一个传道人不懂得好好的去祷告、好好的去准备道理、专心祈祷传道为念。你跪下来、你在东京区有几间教会、有几只羊、特殊的个案到底是什么？你有没有一直在祷告？まあ、あなたはこの東京地区教会の中においてしっかりと説教を準備しない、しっかりとお祈りをしていないということになると、東京地区には教会がいくつがあるのか、飼うべき羊が何頭いるのか、そういうことすべてわからなかったら何をしに来たんですか。今天你传道人整个脑筋里想的是什么？今あなたはこの伝道者頭の中何を考えているのか。お、焼肉好吃。焼肉美味しい。あ、刺身好。刺身美味しい。お、哪里有在卖什么？どこで何を売ってるのか。什么东西比较好？まあ、何が一番いいのかとか。对不起。すいません。不是要你来这里采购。采购。はい、買い物。あ、ここに来て、その、買い物するために来たじゃないですか。不是要来你、让娘娘这里来休息。またここに来て、休むために来たわけじゃない。不是说你不能买东西。まあ、物を買ってはいけないと言われます。不是说你不能去交友。また、好印象はいけませんよ。不是神看你的内心。しかし、神様はあなたの心を見ている。你百分之百的重点在哪里？あと 100% の重点はどこにあるか？棒子是什么？あとバトンは何ですか？专心祈祷传道就是你的棒子。まあ、先進して祈りと福音にあるわけです。所以你要把这个棒子交给东京区。ですから、このバトンを東京地区に渡さない。要让人家从你身上看出来。そして、あなたの身を通して見ることができる。什么叫做传道？伝道者と何か？专心祈祷传道为念。先進して祈りと福音を伝えることにあるわけです。東京地区还没有传道。東京地区にはまだ伝道者がいない。你不难过吗？あと悲しくないんですよ。你没有尽责。あなたは責任を果たしていない。我让你来东京区。私はあなたを東京地区に。你要栽培。あなたは育てる。你要训练。訓練するんです。你要鼓励。そして励ます。传道在哪里？伝道者はどこにいるのか？我会老。我会死。そして私は考えるんです。你们还不出来。まだあなたは来ないのかと。棒子我要交给谁？バトンを私誰に渡せばいいのか？这是我们的传道人最难过的地方。まあこれは私は伝道者の最も悲しいところです。最迫切的地方。最も切に願っていることです。你还能活多久？あとどれくらい生きるんですか？棒子给你多久？バトンあとどれくらい渡せばいい？这么多优秀的青年。これだけ多くの優秀な青年がいて。为什么你没办法训练出来？なぜ訓練することができなかったのか？这是我的问题。これは私の問題です。所以父母亲也一样的。ですからお父さんお母さんも同じですよ。你不要只爱你的孩子，给他最好的，什么都给他最好的。だから自分の子供たちに一番いいものを渡すんじゃなくて。没有主耶稣给你恩典。イエス様の恵みなかったのか？没有主耶稣给你这一口气。もしイエス様が息を開けなかったら。你还能活？あと生きられますか？给他最好的没有错。一番いいものを与えるのはいいことですよ。比你给他更好的就是天上的。しかしもっといいものは天の上にあるものです。属灵的这个棒子。霊的なバトンですよ。你一定要过约旦。このヨルダン川渡らなきゃいけない。
神的大能大力给你。神様の大いなる力をあなたに。破裂断流是神的大能大力。ヨルダン川渡るのは神様大いなる力。破紅海是神的大能大力。紅海渡るのは神様大いなる力。水干流是神的大能大力。水を干からびすのも神の大いなる力である。你没有。あなたにはない。神有啊。神様にあるんですよ。你从神那里来。神様から来るんですよ。你就给你的孩子。それをあなた今子供に渡すんです。生命記。新命記。34章。34章。第九节。第九节。生命记。新命记。34章。34章。第九节。第九节。嫩的儿子耶稣亚因为摩西曾按手在他头上就被智慧的灵充满以色列人便听从他照着主吩咐摩西的行了。嫩的儿子は知恵の霊に満ちた人であった。もうモーセが彼の上に手を置いたからである。イスラエルの人々は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。モーセ、安守在ヨシュア頭上。モーセがヨシュアに安守の祈りをした。はい、这个传承多宝贵。まあこの伝承というのはどれだけ尊いものか。我们到世界各地去，福清的弟兄姐妹很喜欢接受安守。まあ私たち世界各地行った時に、福清の兄弟姉妹たちは非常に安守を好みます。这个不是不好。まあ、これは悪いものではありません。但是你光是自己喜欢接受安守，你自己要尽的本分是什么？しかし皆さん安守を好みますけれども、実際自分たちが尽くすべき本分はどこにあるんですか？你要尽。你的本分不尽。あなた自分の本分を尽くさない。你照神的道理去做。神様御旨に従わない。按手一百次也没用。按手100回したって意味がありませんよ。100个长老按手也没用。100人の長老が按手したって意味がありませんよ。所以那个关键在哪里？ですから大事な場所はどこにあるのか？你自己要有一个心智，跟随到底。自分たちに一つの心があって最後まで従うことですよ。民数記。民数記。民数記十四章。十四章。民数記十四章。十四章里面，我们看二十四节。十四章二十四节を見ましょう。唯独我的仆人加勒，因他另有一个心智，专一跟从我，我就把他领进去，所领他进，准他领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。ただし、私のしもべ、カレブは違った心を持っていて、私に完全に従ったので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れるであろう。彼の子孫はそれを所有するに至るであろう。三十節。三十節。必不得进我岂是应许叫你们住的地方，唯有耶弗尼的儿子加勒和嫩的儿子约书亚才能进去。エフンネの子カレブとヌンの子ヨシアの他は、私はかつてあなた方を住まわせようと手を挙げて誓った地に入ることができないであろう。三十八节。三十八節。其中唯有嫩的儿子约书亚和耶弗尼的儿子加勒仍然存活。その地を探りに行った人々のうち、ヌンの子ヨシアとエフンネの子カレブとは生き残った。这里我们看到两个人物。ここで二人の人物について。一个加勒，一个约书亚。一人はカレブ、一人はヨシアです。他们都另有一个心智。まあ彼らには違った心を持っていた。专一跟从到底。完全に最後までしたかった。所以为什么在旷野路上死了那么多的人？ですからなぜあれの道の上に置いてあれだけの人が死んでいった？我们要很注意听。皆さん注意して聞いてください。今天不是进了真耶稣教会，每个都会得救。皆さん新耶稣教会に入ったからで誰もが救われると限りませんよ。那你这样你就已经被约旦河水冲走。もしそういう思いを持っているならば、ヨルダン川にすでに押し流されています。今天进真耶稣教会要怎么样才真正能得救？今日新耶稣教会に入ってどうやれば本当に救われるんですか？别人信道一半不见了。ある者は半途中まで来て見えなくなった。别人信道快到终点又离开了。そして最後の最後になって離れてしまった。甚至于有人刚洗礼起来受圣灵就又离开真耶稣教会。またある者はバプテスマ来てすぐに聖霊を受けたにもかかわらず離れていってしまった。我们打开真耶稣教会的历史。まず新耶稣教会の歴史を見てください。这个是心底话，很难过的话。まあこれは心の言葉であって悲しい言葉ですよ。真耶稣教会历史不是只有弟兄姐妹离开。私たち新耶稣教会の中で兄弟姉妹だけ離れたものはありません。不是只有教会的负责人离开真耶稣教会。また教会の責任者だけが教会を離れたわけではありません。还有长老执事。長老も執事もいます。甚至有传道人。伝道者もいます。非常可怜。非常にかわいそうです。没有专一的心智。本当に完全な意志がない。我常常提醒自己。いつも自分に言い聞かせますが。我今天还在。今自分まだいます。明天真的不知道。明日は分かりません。所以我很害怕。だから恐ろしいです。主啊。主よ。我今天还能在教会里面。自分はまだこの教会にいられる。不是我很行。私が優れてるわけではない。我很感谢主。私主に感謝。你给我这个心智。あと私にこのような思いをくださった。また主に感謝。你在可怜我。あと私を憐れんでいる。你在保守我。あと私を守っている。否则魔鬼早就吞吃了。もしそうでなければ悪魔に食われてしまっている。木下家族。木下家族。
不是歌颂他们。まあ、彼らを、叩いたわけではない。鼓励他们。励ますんです。鼓励大家学习。皆さん、学んでください。穆夏家族来到日本。キリスト家族が日本に来て。为了讲耶稣的福音。イエスの福音を伝えるために。出钱又出力。お金を出して、力を出して。魔鬼不甘愿的。悪魔は許しませんよ。ヨルダン河水要冲走。ヨルダン川押し流す。洪水要把它冲走。竜の口から流れる川が押し流そうとする。跟他们讲不要害怕。彼らに言いました。恐れるな。只怕你们那个心智变了。もっと恐れることは自分の心が変わることです。你要心要坚定。あなた心を固くしなさい。为什么木下舅舅洗礼了？现在魔鬼不让他来了，还叫他去死？なぜ木下のおじさんが今バウテスを受けてもかかわらず教会に来られるのまた死のうとしているのか？这就是光暗对抗的厉害。これが光と闇の戦いなんですよ。木下家族要爱。教会木下家族が教会を愛すると就给你下毒手私はあなたに毒牙をかけると不要怕恐れるな杀身体不能杀灵魂的你不要怕肉体を殺せても霊を殺せないものを恐れることはない能决定我进天国还是下地狱的那个真神你才要敬畏自分を天国に行かせ地獄に落とすことができる神様を恐れなさい所以我们今天每一个弟兄姐妹都一样ですから今兄弟姉妹皆同じです发生任何事情いかなることがあっても现在把你案例长直了今あなたを聖職者にしました让你的子女出问题そして今子供たちに問題があったと你害怕了吗恐れますか不用怕恐れるな这是一场征战これは戦争です要把你冲掉あなたを押し流そうとする你子女越有问题例えばこの問題あったとしても越催逼你祷告もっとよくお祈りしなさい。神様、你的能力在哪里？神様、あなたの力はどこにあるのか？神様、你跟我同在。神様、私共におってください。我要把棒子交给我的子女。私はこのバトンを自分の子供に渡す。给我心智跟随到底。そう、私にその心をあなたに最後まで従うようにしてください。133首。133番。永不改变赞美诗。永遠に変わることがない賛美。耶稣基督永不改变。イエスキリストは永遠に変わることがない。神跟摩西同在。神様、モーセと共におった。神也跟耶稣要同在。また、ヨシアと共におった。所以耶稣基督永远不改变。ですから、イエスキリストは永遠に変わらない。变的是我们自己。変わったのは私たちです。我的心智千万不要变。私たち心は絶対に変わらないでください。所以我们在过伯拉大河的道理里面有讲到。ですから、ユダテが渡る真理の中にも話したように。耶稣要快死了。ヨシアがもうすぐ死にます。耶稣要怎么告诉他的百姓。ヨシアは彼らに何と言いましたか如果你们认为信真上真神不好、你们再回去拜你们的偶像。もし皆さんが誠の神を信じることを心よしとしないならば、元の場所に戻って偶像を崇拝してください。我给你们自由。私はあなた方に自由を求めます。但是我自己呢しかし私は、无论如何我绝对不改变。どんなことがあっても変わることはない。所以这一句话对我们来讲。ですからこの言葉を私たちから見れば。一定要提醒。必ず注意するべき。你怎么样有办法把棒子交给下一代的人？あとはどうやってこのバトンを次の世代に渡すことができるのか？就是你自己一定要告诉你的孩子。それは自分の子供たちに教えることです。我和我的家呢？我们一家人呢？世世代代啊，绝对要敬拜真神。私と私の家族は、よよ限りなく誠の神を恐れると。所以我常常告诉我的女儿。ですから私はいつも娘に言うんです。爸爸妈妈只生你一个。お父さんお母さんあなたしか産まない。真的独生女。本当に一人娘。这是喵喵，你们讲的喵喵。まあ本当に宝ですよ。我承认。私は認めます。但是我告诉他。しかし私は彼女に言いました。有爸爸妈妈两个爱你一个不够好。まあお父さんお母さんあなたを愛してるけどそれでは足りない。你如果没有慈爱天父耶稣的爱。もしあなたに慈しみのある天の父イエスの愛さなければ。あなたかわいそうです。你很危险。あなた危険です。老爸老妈死了。お父さんお母さんが死んだら。或许你就离开了。もしあなた離れるかも。所以你自己的信仰。但あの信仰は一定要建立在真神耶稣基督身上。必ず誠の神イエスキリストの上において立ちなさい。不是跟爸爸妈妈信。お父さんお母さんに従うんじゃない。妈妈也当传道。お母さんも伝道者。爸爸也当传道。お父さんも伝道者。没有用的。役に立ちません。魔鬼更不甘愿。悪魔はそれ許しません。魔鬼一定要把你两个传道的女儿给吞了。悪魔はきっとこの伝道者二人の子供を飲み込もうとしている。所以你的危险度比别人高。だからあなたの危険度は人よりも高い。加倍的警醒。だからもっと注意しなさい。一定要常常流泪祷告。所以常に涙を流して祈りなさい。主啊求你保守我。主よどうか守ってくださいと。所以有一天我死了。ですからある日私は死んだ。你还站住了。あなたしっかり立てた。我把棒子交了。私はバトンをもう渡したと。感谢主了。主に感謝です。愿主祝福你们每个做父母的。願うか主が皆様お父さんお母さんを祝福してくれるように。把棒子好好交给你的儿女。このバトンを自分の子供たちに渡して。同心莫打。黙祷いたします。